阪神甲子園球場です。阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズ、この試合の模様をお送りいたします。タイガースの先発は右の西、対するスワローズの先発はエースの小川、この両投手の先発が発表されています。さあ、間もなく試合開始となります。右の西、マウンドに上がります。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは塩見。背番号9、はい、第9投げました。ボール。投げました、外れた。ボール。第3球を投げた、3球目ストライク。投げた、打ちました。糸原、取った、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番山崎。山崎、背番号31。第9打ちました、初球打ち取りました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは3番山田。山田、背番号1。第9投げた、ストライク。タイミング合いません。さあ、次の投球、投げた、高速スライダー。ボール。第3球はまっすぐ見送ってストライク。さあ、4球目、ボール。第5球投げた、打ちました。これはいい当たり、入れば先制だ。打球はそのまま伸びていく。山田、一塁回って二塁へ。三塁送球、ランナー三塁でストップ。三塁タッチはセーフ。さあ、リプレイです。さあ、ピンチで迎えるバッターは村上。ひときわ大きな声援が聞こえます。第9初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました、アウトローを見送ってストライク。もう追い込んでいます。投げました、見送ってボール。第4球を投げました、低めボール球打った、ピッチャー後方のフライ取ってアウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。西、ツーアウト三塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。タイガース、まずはゼロに抑えました。2回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。先頭バッターは中村。第9投げました、初球空振り。1球目空振りから投げました、ボール。第3球は3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げた、外角低めいっぱい、見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった。第9インローギリギリいっぱいストライク。第2球投げた、打ちました、ファール。追い込んで投げた、打った、これは詰まっています。噛みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番オスナ。第9投げた、初球外れてボール。投げた、打ちました、これは内野へのフライだ。掴んで、これで3アウトになります。西、3人でピシャリと抑えています。2回の表が終わって0対0です。3回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。トップバッターは長岡。第9投げました、見送ってストライク。1球目ストライクから投げました、ボール。
投げました。見送ってストライク。追い込んでいます。投球これから4球目。ボール。次は5球目。カーブ。空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。第1球投げました。1球目ストレート空振り。さあ次の投球投げました。またも空振り。これで追い込みました。第3球を投げた。内角シュート。これは三振。西ナイスピッチング。バッターはトップに帰って塩見。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。ボール。第2球ストライク。第3球を投げた。見送ってストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。投げた。ストレートはボール。さあ投球は5球目。投げた。内に切れ込むシュート。空振り三振。リプレイをご覧ください。西連続三振で切り抜けています。3回の表が終わって0対0です。タイガース、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは坂本。第1球サークルチェンジ。見送ってストライク。第2球投げた。打ったい当たりだ。レフト交代。ワンバウンドヒットになる。打ったバッターは一塁蹴って二塁へ。ランナー二塁でストップ。坂本ツーベースヒット。タイガース先制のチャンスを迎えます。第1球初球空振り。初球空振りからサークルチェンジはボール。第3球を投げました。外れた。ボール。投球これから4球目。打った。ボールはレフトへ飛んでいきました。取りました。ランナー二塁に戻ります。これでワンアウト。ランナーは二塁変わりません。第1球初球を打ちました。山田ボールを取る。セカンドから一塁送球。アウト。中野いい当たり。ゲームは中盤4回に入ります。トップバッターは山崎。第1打席はレフトフライに倒れています。初球ストライクから第2球投げました。打ちました。二遊間ライナー破っていった。山崎ナイスバッティングです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。バッターは3番山田。セカンド山田。まずは一塁牽制。タッチセーフ。第1球投げました。見送ってボール。一塁牽制球を送ります。一塁タッチセーフ。投げました。直球ストライク。インローへ。第3球を投げました。打った。セカンドゴロ。ゲッツーコースだ。二塁フォースアウト。アウト。ゲッツー。ツーアウトランナーなくなりました。第1球投げた。初球空振り。1球目空振りから投げた。危ない球。第3球を投げた。インロー見送ってストライク。さあ4球目打ちました。中野掴んだ。1塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。西ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。5回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは中村。投げた。高速スライダー。ボール。第2球投げた。2球目ストライク。第3球を投げました。ストライク。追い込んでから第4球を投げました。打った。ヒットになります。中村いいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。左バッターボックスは6番青木。第1打席はライトフライに倒れています。投げました。あーっとショーフライになった。ファールボール。第2球あーっとショーフライになった。掴みました。
送りバント失敗。これでワンアウトランナーは一塁変わりません。投げました、見送ってストライク。第2球投げました、カーブ見送ってストライク。これで追い込みました。第3球は危ない球。第4球を投げた、ボール。投げた、ボール。内角低め。第6球を投げた、内角低めいっぱい、見逃し三振。第1球投げた、ストライク。少し迷ったか。第2球投げた、決まった、ストライク。これで追い込みました。第3球を投げました、外れた、ボール。投げました、打った、1、2塁間へ。糸原ボールを掴んだ、1塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。1塁ランナー中村残塁に終わりました。5回の表が終わって1対0です。タイガース、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは坂本、投げました、見送ってストライク。第2球投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク。第3球を投げました、完全に外れた、ボール。第4球を投げた、打ちました、長岡取った、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。試合は後半6回に入ります。先頭バッターピッチャー小川、ボール。第2球投げた、ボール。第3球は低めいっぱい、ストライク。第4球を投げた、打ちました、ファール。追い込んで投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。センター塩見。第1球投げた、初球高速スライダー空振り。第2球このボールも空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、アウトロー際どい球、ボール。第4球を投げました、打った、糸原ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。ピンチヒッターは浜田に代わりまして、浜田背番号51。第1球投げました、見送ってストライク。第2球投げました、打ちました、糸原ボールを取る、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。西、この回ピシャッと3人で抑えています。6回の表が終わって1対0です。タイガース追加点のチャンスです。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で坂本、初球を打った、ワンバウンドヒットになる。タイガース1点入りました。坂本タイムリーツーベース、タイガースなおもチャンスが続きます。先ほどのプレーです。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。トップバッターは山田、第9球投げました、初球はストライク。まずは入れてきました、1球目ストライクから。第2球投げた、ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた、空振り三振、バットアウト。西、見事なピッチングです。バッターは4番村上、今日はピッチャーフライとショートゴロ。投げた、初球決まってストライク。第2球投げた、ストライク。膝元厳しいところ、これで追い込みました。投げた、シュート、空振り三振。西、見事なピッチングです。バッターは5番中村、第9球投げました、見送ってボール。第2球投げました、カーブはボール。第3球を投げました、外角低め、見送ってストライク。第4球を投げました、内角低め、ボール。第5球
投げました。外れました。フォアボールです。バッターは6番青木。今日はライトフライとピッチャーフライ。投げた、膝元、外れてボール。第2球投げた、高速スライダー見送ってストライク。投球はこれから3球目、高速シュートボール。次は4球目、打った、引っ張った、ライナーだ、ヒット。中村一気に三塁へ。バッターランナー二塁でストップ。青木ツーベースヒットを放ちました。タイガース同点のピンチを迎えます。ボール。第2球投げた、ストレート空振り。第3球見送ってストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、外れた、ボール。さあ5球目、空振り三振。さあリプレイです。ライトスタンドから今たくさんのジェット風船が放たれました。8回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは長岡。今日は三振とセカンドゴロ。初球空振りから投げた、ボール。投げました、アウトコース低め空振り。タイミング合いません。さあ4球目、見逃し三振。代打は川端に代わりまして、川端背番号5。第1球投げました、1球目ストレート空振り。タイミング合いません。第2球ボール。第3球を投げました、変化球ストライク、インローへ。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、打ちました、これはヒットになります。バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う。セカンドから三塁送球、川端いいバッティングを見せました。打順は1番に帰って塩見。第1球インコース低めストライク、まずは決めてきました。さあ次の投球ボール。第3球変化球ストライク、アウトローへ。次は4球目、見送ってボール。第5球投げました、危ない球。第6球を投げた、打った、打球はレフトの左へ、ファールボール。投げた、打った、佐藤掴んだ、サードから一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。第1球打ちました、ファール。第2球投げた、打ちました、ショート正面、あっと送球それた、ショートのエラーが記録されます。タイガースなおもピンチが続きます。第1球初球から取って、これで3アウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。西踏ん張ってランナー2人残塁、8回の表が終わって2対0です。タイガースリードで迎える8回です。ここまで2安打、坂本投げた、初球打ち、センター交代、ワンバウンドヒット、ボールはセカンドへ、ランナー二塁でストップ、坂本ツーベース。今野降板、左の坂本今日3番手としてマウンドに上がります。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。第9球ボール。さあ次の投球、まっすぐ空振り。第3球を投げた、ストレートはボール。投げました、打ちました、左中間のフライ、取りました、これで3アウト。タイガースセカンドランナー残塁、8回までが終了しまして2対0です。タイガースピッチャーを交代します。先発の西、8回無失点の好投を見せました。そして最後は守護神の岩崎、最終回2点差でマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。
に変わりまして上田。さあいよいよ最終回、この回の先頭バッターは村上タイガース。このバッターだけは塁に出したくないところ、投げました、ボール。第2球決まった、ストライク。第3球を投げました、インコース低め、ストライク、追い込んでいます。さあ4球目、インコース低めいっぱい、見逃し三振。第1球初球空振り、少し迷ったか。第2球投げました、インロー際どい球、ボール。第3球グラウンダー、ボール。第4球を投げました、直球ストライク、インローへ。追い込んでから投げた、打った、ライト前進、ヒット。中村ナイスバッティングです。バッターは6番青木、今日はここまで3打数1安打。第2球投げた、低め際どい、ボール。第3球を投げた、カットボールはボール。さあ4球目、打った、痛烈な当たり、ライナー、ライト前クリーンヒット。青木いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。打ちました、初球打ち、ライト前進、ランナーそれぞれ一塁二塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁二塁変わりません。第1球投げた、アウトローを見送ってストライク、まずは入れてきました。投げた、アウトコース低めストライク。さあ次が最後の投球になるか、投げました、外れた、ボール。投球これから4球目、インロー、空振り三振。タイガース2点差で逃げ切りました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧